今回は自分勝手な行動で家庭が崩壊してしまう一致のお話をお届けします。まずは1本目から。視聴者の皆様、こんにちは。今回は、家事しかやらない奴はいらないと家を追い出されましたと嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。私、今とても悲しい気持ちです。地獄に落とされた気分です。急に何を言い出すの？そんなに悲しい気持ちなんだ。大丈夫？一体何があったんだよ。負のオーラが漂いまくっているぞ。背後にゾンビを背負っているのか？雰囲気がどんよりしすぎてこっちまで変な気分だぞ。何がそんなに悲しいか話してみてよ。少しは役に立てるかもしれないよ。一人で抱え込まないで相談してみて。きっと元気になれるよ。私は一人で抱え込んでしまうタイプなんです。悲しくてたまりません。どうしても辛くてここに来ました。聞いていただけますか？そんなに悲しい気持ちなんだ。辛そうだよ。辛い時は吐き出すのが一番効果的だよ。実は家を追い出されたんです。そういう系か。旦那と喧嘩でもしたか。夫婦喧嘩なんて犬も食わないなんて言うぞ。そんなに深刻な喧嘩か。実は笑い話とかやめてくれよ。急に追い出されてしまったの？それはかわいそうだよ。出て行く先もないのに追い出すなんてひどいよ。喧嘩というか夫が一方的に私を嫌っています。結婚してしまえば私なんて女として見れなくなったんだと思います。悩みが深いね。いわゆるマンネリ化が原因なのかな。まあ、どこの夫婦も同じようなことはあると思うぞ。そんなに深刻に考えず仲直りする方向で話し合えばすぐに元に戻るさ。閉鎖された空間での出来事だから、他人がとやかく言えないのが難しいよね。最近モラルハラスメントって言葉がありますが知っていますか？通称モラハラです。知っているよ。何年か前に有名人が離婚の原因で挙げてからよく聞くようになったよね。モラハラっぽいの？モラハラは目に見えないから難しいよな。モラハラは精神的に追い込むから確かに辛いな。モラハラだなって感じる具体的な態度や言動があるの？家事しかしない奴はいらないと言われました。まず家事しかって言いますが、家事労働と言われるほど家事は過酷な仕事です。あと奴って言いましたが、奴とは見下したり、悪く言ったりする時に使います。立派なモラハラです。家事しかしない奴はいらない。出て行け。と言われたことに悲しんで傷ついているんだね。それは誰でも悲しい気持ちになるよ。その部分だけ聞くと気の毒に感じるな。こんなこと言われて太陽のように明るく陽のオーラを放っている方がおかしいもんな。負のオーラに納得したよ。辛い思いをしているんだね。モラハラって難しいね。もう少し詳しく教えてもらえたらもっと力になれるかもしれない。話してもらえる？ありがとうございます。私たち夫婦の歴史を聞いてください。私たちは大学時代に出会いました。彼は当時別の彼女がいましたが略奪しました。そこから話してくれるのか？それもなかなか濃い話だな。最初から略奪愛とか言ってぶっこんでくると。まあ続きをどうぞ。旦那は私にぞっこんでした。彼女を捨ててまで私のことが好きになってしまったようです。当時は若いのでもう人目も気にせずどこでもイチャつくほどのバカップルでした。若い頃の話って面白い。大好き同士で周りが見えないほど楽しかったんだね。プロポーズだってすごいところでしてもらいました。光り輝く周囲を明るく照らすあの場所です。周りにも人がいて恥ずかしかったのを今でも覚えています。え？もしかしてスカイツリーとか？ドラマチックだね。そんなプロポーズされてみたい。それがマンションの近くの街灯の下でした。マンションの住人が行き来する中光り輝く電気の下でプロポーズされました。思い出に残るプロポーズだね。背伸びしない感じがまたいいね。幸せな頃もあったんじゃないか。その時の気持ちを思い出せばやり直せそうだな。略奪愛からのプロポーズなんてドラマの主人公になったかのようだね。自分で言うのも恥ずかしいですが、私は可愛いので旦那も私のことを放っておけなかったと思います。私は専業主婦になることが夢でした。夢を口に出して言うと叶う確率が上がるんです。彼の前でずっと言っていたら夢が叶いました。初々しくていいね。大恋愛の末に専業主婦か。いい人と結婚できたね。ずっと目の前で専業主婦になることが夢と言われていたらそうせざるを得ない気もするが、まあいいか。専業主婦になってどうだった？楽しい結婚生活を送れていたのかな？旦那を送り出した後の二度寝は最高です。平日はほぼ毎日二度寝をします。その後はボディメイクのためにピラティスに行きます。専業主婦をしているみんながそんな暮らしができるわけではないよね。
すごい楽しそう。旦那が働きに出た後にもう一度ふかふかお布団でお休みなさいってわけか。贅沢だな。その頃旦那は満員電車の中なのか。複雑な気持ちだ。よその家庭の事情って面白いね。週末は旦那が休みなので旅行へ連れて行ってもらいます。平日一人で家にいるので外の空気を吸ったり美味しいもの食べる時間も必要ですよね。平日もカフェでお茶をしますが、一人でお茶をするのと二人でお茶をするのでは良さが違いますからね。平日は一人の時間を楽しんで、休日は旦那さんとの生活を楽しむなんて理想的で素敵だね。旦那もふかふかの布団で二度寝したいかもしれないぞ。たまには旦那も休ませてあげてくれよ。旦那の幸せは私を幸せにすることだと思うのでいいんですよ。週末はどんなところに行くの？毎週末に旅行とか？さすがに毎週末遠出はできませんが、基本的には外泊します。家にいたら家事がエンドレスにやってくるので、外泊してしまえば家事がなくなります。旦那の休日でもありますが、主婦にだって家から離れて家事をしない休日が必要ですからね。家事って労働だよね。家事代行なんて頼んだら毎月何十万と支払わなくてはいけないからね。家事って労働だよね。食事作るって言ったって、まず献立を考えて買い物に行く。そして調理をする。片付けだってあるし、掃除や洗濯も加われば相当な労働だよな。普段何気なく暮らしているけれど、こうやって洗い出して考えるとすごい仕事量だね。名もなき家事も入れたらいくらになるんだろうね。専業主婦って聞くと楽なイメージを持ちがちですが、すごく大変だってことが分かってもらえて嬉しいです。この話からだととても幸せに結婚して楽しそうな結婚生活を送っているようにしか感じないけれど、モラハラな要素が見えないよ。平日は仕事をして休日旅行に連れて行ってくれるいい旦那にしか見えない。旦那は不満があったのか。そうなんです。いつも通りの生活をしていたのに、急に家事しかやらない奴はいらない、出て行けですよ。ひどくないですか。そうだよね。モラハラって感じが全くないね。もう少し詳しく話を聞かせて。モラハラな要素がないと助けてあげられないよ。なぜか私が実家に帰省したことがきっかけで機嫌が悪くなるようになりました。私がいないことがよほど寂しかったのだと思います。朝も夜も一人で寂しくなっちゃったのかな。なるほど。普段いて当たり前の人がいなければ、自分でやらなければいけないことも増えるし、そもそも寂しいもんな。なるほどね。構って欲しくなっちゃうタイプなんだ。どのくらいの期間帰省したの？だいたい3ヶ月くらい帰省しました。親の容態が悪く介護が必要になりました。それは大変だったね。ご両親が具合が悪いなら仕方ないよね。そこで機嫌が悪くなっても困るね。ご両親が具合が悪いなら帰ってあげないとかわいそうだしな。そこは旦那が我慢するところかもな。そうだね。ご両親も大事にしないといけないもんね。私は専業主婦で自分で稼いでいないので、実家に帰省している時にも旦那から生活費をもらいました。それはもらわないと生活できないもんね。理解してもらわないと困るね。ご両親の年金を使い込むわけにいかないしな。でもそこは理解してくれただろ。理解はしてくれましたが、金額の面で不満だったようです。そうか。お金の使い方で離婚になる夫婦もいるくらいだから、お金の価値観って大事だよね。いくらもらっていたの？旦那の給料の半分をもらっていました。二人で一つの家庭を築いているので、給料を折半するのは変な話ではありません。旦那さんにとってお給料の半分っていうのが気に入らなかったんだね。そこはお互いの価値観というか、ねぎらいとか感情も含まれてくるから、他人は口出しできないな。なんで自分ばかり働いて給料は半分も持っていかれなきゃいけないんだって怒りの気持ちになってしまったのかな。旦那さんが怒るようなことが何かあったの？私は親の容態が悪いと言って帰省していました。でも実はその間、両親は海外旅行に出かけていました。どういうこと？ご両親の介護をするための帰省じゃないってこと？お？話が変な方向に行きそうだ。旦那さんに嘘をついて帰省していたってこと？それは旦那さん悲しいし傷つくね。でもなんで旦那さんは嘘ってわかったの？もう家の両親は本当にバカなんです。海外旅行のお土産を届けるために空港から直接私の家に寄ったんです。信じられないですよね。ご両親の行動は変ではない気がする。どちらかというと、一致が嘘をついて帰省していることが信じられないかも。容態が悪いと思っていたご両親が、海外旅行のお土産を持って陽気に旦那さんの前に現れたってわけだ。目ん玉飛び出た姿見たかったな。びっくりしない方がおかしいよ。具合悪いと思っていた人が陽気な感じでお土産持っているんだよ。
一瞬何が起こったかわからなくなったと思う。旦那から電話が来て、一体俺を何だと思っているんだ。俺の苦労がわからないのか。俺はお前の財布かなんて言って怒鳴りつけたのです。これこそモラハラのお手本のようなものです。大好きな奥さんに向かって言うことですか。言われた言葉だけ切り取ればひどいかもしれないけれど、一致の嘘も良くないよね。これだと言ったもん勝ちになってしまうぞ。自分の行動も顧みる必要があるな。嘘をつかれて実家に帰省した挙句に給料の半分を請求されたことに腹が立ったんだね。この件は一致が火をつけてしまったね。他にはあるの？私は主婦ですが、時間のある時に不動産投資の勉強もしています。主婦でありながら密かに大金持ちになって悠々自適に暮らすことが夢です。そんな勉強もしていたんだ。最近働く場所を選ばない働き方が流行っているしね。女社長を目指しているのか。不動産投資ってどういうものだ？不動産投資とは不動産を購入します。所有した物件によって資産や収入を得ます。働かなくてもお金が入ってくる仕組みを作りたいです。リスクもあるので気をつけなければいけないんですがね。大きなお金が動きそうだね。すごいけど、その不動産投資で何かあったの？鋭いですね。今が買い時の物件があって、その物件を購入するための購入資金が欲しかったんです。なので今住んでいるマンションを売却しようと考えました。借金なしで購入資金をどうにか得たかったので、とても良い方法だと思いました。もちろん旦那さんには相談したよね。相談なしに決めたらヤバいぞ。スポーツの世界なら反則行為で一発退場だぞ。お願い、旦那さんに相談したって言って。相談しないに決まっているじゃないですか。相談したら却下されるに決まっています。こういうことは押し通す手段が有効です。事後報告しようと計画していました。ですがまたここにもバカな両親がいたんです。今度は旦那の両親です。私が売却しようとしていると旦那に言ったんです。世の中こんなにバカっているもんですか。いやいや、誰が一番バカだよ。こんな人初めて会ったよ。メルカリで不用品を売るんじゃないんだから、しっかり相談するべきだったね。旦那さんのご両親はよくわかったね。旦那さんに言ってくれてよかったね。そうでなければ築30年以上のオンボロアパートに住む羽目になったかもしれないぞ。旦那の両親は会社を経営しています。今住んでいる家は両親の会社の不動産で、社宅扱いにしています。そんないい話ないよ。恵まれた環境にいる人っているんだね。羨ましい。社宅扱いなら家賃を安くしてもらっているとか？はい、家賃は半額で済んでいます。そんないい話ないだろ。好条件で住まわせてもらっているのにバカな両親とか言うなよ。罰が当たるぞ。旦那はこの恩知らずめと言ってきました。その通りだよ。そんな大事にしてくれているんだから、許可なしに売却なんて言語道断だよ。さぞかし旦那さんは怒っただろうな。この状況で温厚に不動産投資のために売却したいかって話を聞ける人なんていないと思うよ。旦那ったら両親の行為を存在に扱いやがって、今まで生活できてきたのは誰のおかげだとか言うんです。そうやって権威を振りかざして物を言うあたりもモラハラですよね。今の生活があるのは皆のおかげで成り立っているってことを分かってほしかったんじゃないかな。私が家事を頑張っているのにですか？旦那さんのご両親が家を半額で貸してくれて、旦那さんが働いてくれて、一致が家事をしてくれて、家族みんなで頑張っているってことだよ。わからないかな。旦那さんが仕事をしてくれないと生活できないし、一致が家事をしないと家が回らないし、お互い頑張っているから尊敬し、感謝しないといい関係は築けないよね。え？真面目ですか？私は金持ちになれればいいんです。そんな感情で訴えてきても無駄ですよ。そんな態度取っていると旦那さん愛想尽かして出て行っちゃうよ。少しは素直にならないとドミノのように関係は崩れる一方だ。修復不可能になること間違いない。もう関係修復は不可能かもしれません。だって旦那ったら少しは頭を冷やしてこい、家事しかしない奴はいらないと言って家を追い出されました。これでモラハラの証拠は十分に揃ったと言っても良いでしょう。自分のことを棚に上げて被害者ぶるのやめた方がいいんじゃないか。一致の行動も旦那の立場から何か訴えることだって可能かもしれないぞ。そうだね。安易にモラハラって言わない方がいいね。言ったもの勝ちの世の中になってしまうよ。両方の言い分をまとめていくと一致にもかなり非があるよね。私に非がある？私の何が非だっていうのですか。私は真面目に家事をしています。先ほども家事労働の大変さを言いましたが、家事と一言でまとめられないくらいたくさんの仕事があります。掃除、洗濯、買い物、食事作り、片付け、ゴミ出し、
近所付き合いなど月に何十万もの価値のある仕事をしています。そうだね、頑張っているね。両親の容態が悪いとか言って嘘ついて休んでいたよね。誰も家事が楽だなんて言っていないよ。大変さは十分理解しているぞ。私にだって休暇は必要です。休暇中にリフレッシュするためにはお金が必要です。そのために給料の半分をもらっただけです。容態が悪いって言っておいた方が都合が良かったです。関係が崩れるようなことをわざわざしなくてもいいのに。女性が自分らしく輝いているためには自分の機嫌は自分で取ることが必要です。私が私らしく輝くためには休暇とお金が必要です。モデルさんが言えば説得力あるけれど、イッチが言うと何か違和感がある。自分しか見えないって怖いな。自分の欲を満たすためには他の人は駒にしか見えないのか。自立するために不動産投資だってしようとしていました。自分で稼ぐために動いていたのにバカ両親に出花をくじかれました。まだバカ両親とか言っているの？バカ両親ですよ。私が何千万もの利益を生んだかもしれないのに、はしごを外すようなことをして、思い出すだけでも腹が立ちます。何を言っても分かってもらえそうにないね。考えを曲げないならいっそモラハラで旦那さんを訴えてみたらどう？それはいい考えだ。お互い裁判にかかる費用は自分持ちにして争ってみるがいいよ。私をバカにしていませんか？私だって一人の人間です。バカにされると嫌悪感があります。バカ両親って散々ご両親をバカにしていたじゃない。本当に自分中心でしか生きることができないんだね。私が実家に帰省して休暇を得たことも、不動産投資の資金を得たくて自宅を売却しようとしたことも、頭が良くないとできません。私は賢い人間です。開いた口が塞がらないとはこのことを言うんだね。実例として小学生に見せてあげたいわ。賢い人間か。開き直られたな。ここまで来たら関わるのをやめた方が身のためかもしれない。自分のやりたいようにやっていたい目を見て学習した方がいいかもね。またそうやって上から目線で物を言いますね。パワハラですか？こんなところに来なければよかったです。モラハラにパワハラ、次は何ハラが来るか怖いです。そう言い残してイッチはスレから出ていきました。半年後、疲れ切った様子のイッチが再びスレに現れました。いやイッチ久しぶりだね。自分で自分の機嫌を取って自分らしく輝くとか言っていたが、程遠い姿だぞ。ピラティスとか言っていたイッチとは思えないね。相当疲れているね。旦那さんとは関係修復できた？話があれば聞くよ。関係修復どころか関係が破綻しました。モラハラも認められるどころか相手にもされませんでした。世の中どうなっているんだか。そうなるよね。旦那さんも相当ストレス溜まっていただろうし。大恋愛の末に結婚してもこうなることもあるんだな。結婚生活を維持するって簡単ではないな。お互いを認め合う努力をしないとな。旦那ったら、大学時代の彼女と再婚しました。私が奪ったあの彼女です。こんなことってありますか？彼を奪われたのに奪い返したの？一本のドラマができるね。よくぞ奪い返した。彼女の勇気に拍手だ。なんで彼女を褒めるのですか？私を慰めるべきです。さらに私は不動産投資で大失敗です。大金持ちどころか借金まみれです。賢い頭を使って知恵を絞り出し、旦那の両親、旦那に慰謝料として借金を肩代わりしてもらおうと思いましたが、ダメでした。自分で蒔いた種は自分で刈り取らないとね。自立した女性とか言いながら、結局は誰かの世話にならないと生きていけないんだから、少しは自分を顧みて成長した方が今後の人生が豊かになるぞ。でももういいんです。私にモラハラをして家を追い出したことを後悔する日が来ると思います。夢は口に出すと実際に叶います。私は大金持ちになる。ここに宣言しておきます。私には賢い頭と美貌という武器があります。どこかの御曹司が私を放っておくはずがありません。私の未来は明るいです。いつの日か底辺から頂点へ上り詰めた女というタイトルの書籍を販売してみせます。みんなを見返してやりますよ。借金まみれのイッチは大きな夢とともに新たな人生を力強く歩み始めました。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。続いてはあまりにも非常識な行動でスレミンを呆れさせるイッチが登場します。視聴者の皆様、こんにちは。今回は姉の結婚式の二次会でサプライズしたら、姉とは絶縁、親からは感動されたと嘆くイッチのお話です。それでは早速ご覧ください。幼少期から仲の良かった姉の結婚式がありました。私は二次会まで参加したんですけど、姉からキレられて帰れと言われたんです。
皆さんどう思いますか？お祝いムードの中で姉が切れるって、よっぽどのことしたんだろ。人生で一番幸せな日に何やらかしたんだ？一致は思い当たることないの？全くないんです。だって、大好きな姉の結婚式の二次会ですよ。いくら私だって、やっていいことと、やっちゃいけないことくらいわかります。自覚のない悪意って一番厄介なんだよね。姉とは仲が良くて、姉のことは私が一番理解しています。姉はだいぶ酔っ払っていましたからね。もしかして何か勘違いしてるんじゃないかって、そう思うこともできます。だけど、姉とは長い付き合いですが、あれほどキレた姉を見たのは初めてでした。そうさせるほどの何かがあったんだろ。じゃなきゃ、自分の結婚式の二次会を、自らぶち壊すような発言しないって。たとえ身内でも、越えちゃいけない一線があるんだよ。私はただ姉を喜ばせたくてやったことなんですよ。なんで帰れ、なんて言われるのか、さっぱり意味がわかりません。姉だけじゃなくて、姉の旦那さんも怒ってました。そこまで怒ることだったのか、とても疑問です。軽猥なことしたってことが、この段階でわかるわ。場の空気を凍らせたわけね。想像しただけで寒くなる。確かに変な空気にはなりました。でも、それは姉が突然切れたからです。空気を悪くしたのは姉だと思うのですが、姉自らが二次会をぶっ壊したって感じです。お祝いの席が一気にピリつきましたもん。あの空気は半端なかった。じゃあまずは、一致と姉のこれまでを、詳しく教えてくれ。話はそれからだ。わかりました。私は25歳で姉は3つ上の28歳。姉とは親友のように仲が良くて、幼少期からずっと一緒に遊んでいました。近所に同世代の子がいなかったこともあって、私と姉はおままごと、先生ごっこ、いろんな遊びをしていました。お揃いの服を着て歩けば、近所の人たちから本当に仲の良い姉妹だねって、いつも声をかけられるほどです。学生の頃は一緒に登校したり、休日は一緒にお菓子作りをしたり、二人で一つっていう関係性でしたね。年頃になると、それぞれの世界ができるじゃないですか。友達ができたり彼氏ができたり、それでも、私と姉はお互いにあった出来事を、何でも話す仲でした。恋愛相談、悩み事、何でも共有してたんです。姉の友達は私の友達になったし、姉の彼氏は私のお兄ちゃんになりました。男同士の兄弟にはなかなかないことだな。やっぱり姉妹って独特の絆がある気がする。女性はおしゃべりな生き物だから、お互い話したがり屋だっただけだろ。でも、姉妹なら洋服やカバンも貸し借りできるし、何かとシェアできるのは羨ましいかも。大人になってからも、姉とは仲良しでした。私は未だに実家に帰省していますが、姉は就職のタイミングで家を出たんです。この時は本当に寂しかったですね。だって、毎日当たり前にいた姉が、いきなりいなくなるわけですから。食卓は私と姉の会話でいつも賑やかだったのに、話し相手がいなくなってからは、それはそれは静かになりました。それでも毎日、メールのやり取りをして、週に2回は電話で話していました。休日が合う日はちょくちょくあって、二人で美味しいご飯を食べに行きましたね。姉はいろいろリサーチして、美味しいレストランを見つけてきてくれました。また違った意味で姉妹の仲が深まった感じです。姉妹って友達とはまた違った、気を使わないで済む関係性だな。男兄弟はここまでベタベタしない。干渉し合わないって感じだけど、姉妹はお互いを知りすぎてるって感じがする。確かに友達や彼氏だったら、ひどいことされたとか、別れたとかあれば、そこで関係切れるけど、姉妹は簡単に縁は切れないな。親が亡くなった時に、兄弟姉妹がいるのは、心強い存在になるよね。そんな姉が結婚することになって、私は自分のことのように嬉しかったんです。姉の結婚相手は仕事関連で知り合った人で、私も何回か会わせてもらいましたけど、とても穏やかで優しい人です。今まで姉が付き合ってきた彼氏とは、まるっきりタイプが違います。やっぱり恋愛と結婚は違うんだなって思いました。姉はもともと明るくて活発で、いわゆる陽気。顔も可愛かったので、モテモテでしたよ。だから、彼氏が途切れたことはなかったんです。陽気か。確かにモテるだろうな。ちょっと苦手だけど。スレミンにとって敵であり憧れ。基本、陰キャしかいないだろう？けど、可愛い、美人イコールモテるってことじゃない。いかに男受けするかってこと。人間の心理的にモテている女性は、それだけで魅力的に見える。男が途切れないって、何か恋愛のコツでもあるのか？モテることの定義を教えてほしい。姉は飽き性か？男が途切れないって自慢にはならないぞ。ただ、軽く見られてるんじゃね？あいつは告ったらすぐに付き合えるって、そう思われてた可能性あるよ。姉は今まで振られたことがないんですよ。付き合っても別れを切り出すのはいつも姉。ある意味、サバサバしてるっていうか。自称サバサバ系が一番ドロドロしてるんだって。今まで姉に振られたことで、逆恨みした元彼からのストーカー被害とか、あったことはなかったの？
そんな男性とは、そもそも付き合いませんから。そして、姉から結婚式に招待されて、私は楽しみにしていました。ある意味感慨無量だったんです。姉は昔から結婚の計画を立ててました。28歳で結婚して、30歳で出産する。今のところ結婚はその通りになりました。振り返ってみると、姉は結婚に強い憧れとこだわりを持っていました。それが実現するわけですから、私も楽しみです。一致すごい楽しみにしてたんだな。それなのにそれをぶち壊すことしたんだろ？ここまでの話からは、姉が切れる要素はなさそうだが。そろそろ理由を聞きたいけど。結論から言うと、私が二次会に参加したら姉が、これ以上、二次会の雰囲気壊すなら帰れ、って言ったんですよ。一体全体一致は何をしでかしたんだ？よりにもよってお祝いの席で。新婦がそこまで言うってよっぽどだろ？何したわけ？私は二次会を盛り上げたかったんです。それで、姉の友達にお酒を勧めたんですけど、やっぱりアルコールが入ると、テンション上がってイエーイって、楽しめるじゃないですか。私は次々に姉の友達のコップに、ビールをついで回りました。私は姉の友達のことも、昔からよく知ってる仲だったので、遠慮なくお酒を勧めたんですよね。姉の友達は皆同じように陽気で、ノリがいいんです。一生に一度の日に姉も姉の友達も、はっちゃけたいじゃないですか。そこで、私は姉の友達5人くらいと、グループを作って、ゲームをしました。ゲームに負けたら罰ゲームとして、お酒の一気飲みをするわけですよ。あちこちで笑い声が巻き起これば、姉だって嬉しいですからね。私はお酒に強いのでへっちゃらでしたけど、姉の友達の中には弱い人もいたのかな？私もほろ酔い気分で覚えていませんが。盛り上がってたのは一致だけじゃね？姉の友達はいい迷惑だろ。妹だし、年下だからってことで、気を使ってたんだろうな。姉の友達はお祝いの席に、水を差すようなことできないって、付き合ってやっただけ。迷惑すぎるだろ、一気飲みなんて。学生の飲み会でもあるまいし。一致に悪気がないから、友達もどう扱っていいのか困っただろうね。二次会って披露宴と違って、親戚や会社のお偉いさんがいない分、はっちゃけることできるからな。久しぶりに会う人もいるし、みんなハイテンションになるのはわかるけど。姉はこの様子を遠目から見ていましたが、ちょっと眉を潜めていたようです。でも、私は妹として、姉の記念に残るような思い出作りをしたかったんです。二次会は披露宴よりも砕けた雰囲気ですし、みんな一つになって姉におめでとうを、伝えたいわけですから。意識が悪乗りしているようにしか思えない。こんなことで姉が喜ぶと思うか？ワイワイ飲んで、姉や旦那さんの思い出話して、よかった、おめでとうって祝う場だからね。ちょっと、一致はずれてるんだよな。盛り上がれば何でもいいと思ってるみたいだが。これはまだ序盤。この後、ビッグサプライズが待ってるんです。ビッグサプライズ？なんだか嫌な予感がするけど。私は姉を喜ばせたいと思って、すごいことを思いついちゃったんです。それが、姉の元彼の登場。これまで姉が付き合ってきた元彼を集めて、二次会に登場させたんです。元彼には名前と交際期間を記入した、プラカードをぶら下げてもらいました。姉が思い出すのに苦労しないように、元彼軍団も面白そうって、ノリノリでした。姉のためなら駆けつけるって、元彼同士意気投合しちゃって、お姉ちゃん、みんな集まってくれたよ。みんなお姉ちゃんに振られた人たち。お姉ちゃんが最終的に選んだ男性は、どんな人だろうって、みんな興味津々みたいだよ。この人たちを経て、今の旦那さんにたどり着いたっていうことを、この場にいる人たちにも知ってもらえる、いい機会になると思って来てもらったんだ。うわぁ、正気か？ KY にも程がある。一瞬で空気凍ったな。誰も得しない。一致のセンスがなさすぎ。誰が喜ぶんだって話。こんなサプライズいらないわ。自分の立場で考えてみなよ。一致がされたら嬉しいわけ？もちろん、最高のお祝いでしょ。私の歴史だもん。だけど姉はブチ切れしました。これ以上荒らすなら帰れ。って、私からしたらは？ですよ。喜ぶならともかく帰れって。なんでこんなにブチ切れしてるのかわかりません。だって、お姉ちゃんは今まで好きになった人たちに、お祝いされるんですよ。素直に嬉しいじゃないですか。元彼軍団だって祝福の意味で、集まってくれただけで、台無しにする気なんてないんです。本当に純粋にお祝いしたくてしたことのなのに、これほどまで怒ることでしょうか？これは、姉にとって黒歴史だな。若い頃の恋愛って、思い返すと恥ずいことばかり。二人だけの世界に入り浸って、束縛だ、暴露だって、決して良い思い出ばかりじゃない。元彼軍団も気まずいな。どうやって帰ったんだよ。一致と姉のジョークの範囲があまりにも違いすぎて。元彼登場、ってどやるのが草。いいことしたと思ってるから、一致に何言っても響かない。姉の旦那さんの気持ちも考えろって話。一番の被害者だろ。妻の元彼勢揃いって。しかも、人数も多いんだろ。
男が切れないって言ってたからな。旦那さんが一番びっくりしてるんじゃね？こんなに付き合った人がいるのかって。ありがた迷惑の極み、これが本当の罰ゲーム。どうしてそんな否定的な意見ばかりなの？すべては姉を楽しませるためにしたことなんですよ。そもそも二次会はみんなが楽しめないと、新郎新婦もそのことが気になるでしょ。だから、私は姉の友達に無理して話しかけたり、ゲームを提案したんです。緊張してるかもしれないから、それをほぐすためにお酒の力を借りたんです。年上の方ばかりですし、もともと知ってる仲ですが、会うのは何年ぶりかなんですよ。姉のためにも一番身近な私が場を回さないで、誰が回すんですか？こんなに頑張ったのに、元彼を集めるにしても、今は何をしてるのか、どこに住んでるのかも、わからないから実家に連絡しました。そこから交渉して、予定を空けてもらって、無理を言って協力してもらったんです。元彼でもたった3ヶ月で別れた人もいたし、私なりに時間も頭も使って集めたんです。そこの努力をもっと評価されてもいいと思います。こんな姉思いの妹います？しかも結婚式っていう公の場で、公開説教するなんて、私かわいそうすぎですよ。こんなの妹だからできることじゃないですか。逆に感謝される案件ですよ。ただの一致の自己満で草。自分が喜ぶことは、相手も喜ぶと思ってる。元彼を集める手間暇があったんなら、もっと違うお祝いの仕方もあったはず。元彼連れてきました。うわぁ、みんな来てくれたの、嬉しい、涙。みたいなの期待してたってことで OK？ だとしたらだいぶずれてるな、笑いのツボが。同じ親に育てられて、同じ環境だったとしても、笑いの価値観がこんなにも乖離するとは、もう、言葉も見つからない。そんなことないですよ。私と姉は同じ価値観でしたし、笑いのツボも同じでした。同じことで感動し、同じことで笑い、同じ食事を美味しいと感じる、まるで双子かっていうほどでしたよ。それにしてはセンスの悪い、いや、あえて下品と言わせてもらおう。元彼呼ぶとか下品すぎるし、レベルが低すぎ。一致と姉の土俵が違いすぎて、戦う意欲もないんだよ。だから姉は帰れって言った。その帰れっていうのも失礼だと思います。明らかに空気を壊したのは、姉の態度でしたから。その上帰れってあんまりだと思うんですけど、自分のために集まってくれた元彼にも、お客様にも嫌な思いさせて、ぶち壊したんです。いくら妹でも、何でもかんでも許せません。一致はあくまでも自分は悪いことしたとは、思ってないってことね。だとしたらやばいね。一致は姉にも旦那さんにも、ひどいことしたって自覚がないんだよね。だとしたらやっぱり帰るしかなかったんじゃない。人としての人生ステージが違うってことだから。なんか、さっきから私を責めてるけど、みんな頭固いですね。今は令和ですよ。もっと柔軟性持たないと時代に取り残されるんじゃ？こんな粋なこと考えついた私のこと、自分で天才だと思ってますけど。だって、みんなに祝ってほしいじゃないですか。これまで関わった人全員に、感謝の気持ちを込めてっていう意味で、学生時代の友達も招待してるんですから、元彼だっていいんじゃないですか？でも、姉は迷惑で嫌だったんだから、ちゃんと謝るべきだよ。これからの姉妹の関係にも、ひびが入ったままじゃ後味悪いじゃん。こうして一致は姉と話し合うため、スレを離れました。果たしてうまくいくのでしょうか？一致の態度からして難しい気がします。そして、再び一致がイライラしながら、スレに戻ってきました。あれからどうなったのか、知らせに来ました。おう、一致、気になってたぞ。姉とは仲直りできたのか？その様子だとうまくいかなかった感じだな。後日、姉からじゃなくて母から、姉に謝りなさいと言われたんです。それでわざわざ姉の新築マイホームに、行ったんですよ。そうしたら、姉だけじゃなくて、姉の旦那さんと、なぜか母がいたんです。三人ともなぜか怒ってました。私逆に面白くなってしまって、ついつい笑ってしまったんです。そうしたらますます怒り出して、当たり前でしょ。何が面白いん？いやいや、笑い話で流せる話ですよ。伝説になるかもしれない出来事なんですから。だけど、旦那さんが怒ってるのが意外でした。旦那さんって普段からひょうひょうとしてて、ジェラシーとか感じないタイプだと思ってたから、元彼が来たからって焦るくらいなら、結婚やめた方がいいって思います。とにかく姉はモテますから。そういう問題じゃない。誰だって好きな人の元彼元カノに、会いたくないでしょ。別れに至ったわけだから、結果合わない部分があったり、嫌いになったんだろ？そんな元彼に、よりにもよって、結婚式の日に会いたい人なんて稀だよ。よっぽどの自信家か、ナルシスト。自分大好き人間くらいだよ。いやいや、姉も旦那さんも母も、話が通じないんですよね。あれは軽いノリでしょ？ユーモアがわかってないんですよ。だから、私は謝りませんでした。だって私悪いことしてないんですから。そう姉にも伝えましたよ。だけど、話し合いは平行線。
私はあくまでも姉のために、姉を喜ばせるためにやったことなんです。あれは姉の歴史なんだから、何を恥ずかしがってるのか、何を怒ってるのか、自分の歩いてきた道を否定することになりますよね。好きになって付き合った彼氏なんですから、まるっきしの他人でもない、友達でもない、そんな特別な存在ってある意味貴重ですよね。しかも元彼軍団は、姉を恨むことなく、嫌うことなく、喜んで参加しましたよ。姉は常識がないって私を責めましたけど、常識ってそもそも何ですか？って話です。人それぞれあるじゃないですか。譲れないこととか。それっていわゆる個性だと思うんです。それが違うんだったら、私に常識を求めるなって話です。母も姉の味方ばかりして、私を責めました。それでも私は負けません。そういえば、母は昔から、姉ばかり可愛がってひいきしてました。私のことなんてどうでもいいんだってこと、この歳になってまで思い知らされるなんて。悲しいです。何被害者ぶってるん？イッチは加害者だよ。その自覚がないんだね。25歳にもなって恥ずかしくないの？姉も旦那も母も恥ずかしいんだよ。幼少期から仲良しだったんだよね。それなのに姉が嫌な思いするってわからなかった？それって本当に仲良かったの？友達より近くで姉を見てきて、姉の性格わからなかったわけないじゃん。もしかして初めから嫌がらせ目的だった？って思われても仕方ない。実際問題、これはイッチが悪いって、ここまでみんな声を揃えて言ってても、イッチは悪くないっていうスタンス貫くんだね。謝ったら負けと思ってるのか、本当に謝る必要がないと思ってるのか、ここまで頑固だと、周りが諦めるしかないんだよな。で、姉と旦那と母とはどうなったの？聞かなくても大体想像できるけど。それが、ひどいんですよ。母は私に、謝らず改心しないようなら、家を出て行きなさい。って、私は今仕事してないんですよね。まあ、実家に帰省してたわけなんですけど、家を追い出されたら行くあてもありません。お金もないですし、やっぱり母は私のことなんて、どうなってもいいってことなんですよ。自分の子供ですよ。姉を贔屓するのも大概にしてほしいです。姉からは絶縁されました。姉がこんなに心の狭い人間だったとは、本当にがっかりです。そりゃあ、そこまでされても仕方ないこと、一致はしてるよ。人の気持ち考えられないって、かなり致命的。今までも知らずに人を傷つけて、嫌な思いさせてきたかもよ。今回のことだって、ここまで言われても、悪いことしてないって認めないなら、絶縁するくらいしかできないよな。だって、この先も一致は同じ過ちするだろうから。いくら家族でもかばえないし、味方できないだろ。家族から見放されたら、本当の終わり。で、イッチは行くところもなくて、お金もなくて途方に暮れてるってこと？まあ、25歳まで実家で、ぬるま湯に浸ってたから、一人暮らしする能力もないか。たちまち生活に困窮するだろうな。元彼を呼ぶという失礼極まりないことして、それを反省してないんだから、当たり前。もしかしたら、謝ればまだ道はあったよ。だけど、それさえしなかったんだから、イッチはもう少し社会を知った方がいい。どんなに仲が良くても、一つの悪ふざけで全て失ったイッチ。もう少し世間の常識、非常識を学ぶために、社会に出て洗礼を受けることも必要です。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。